京パワフルプロ野球。まずは1回の表、スワローズの攻撃。トップバッターは青木。打ちました、右中間へ。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは1塁牽制、セーフ。1塁はセーフ。1塁ランナースタート、ボールを2塁送った。これはタッチアウト、盗塁失敗、ワンアウトです。これはフォークボールを使ってきました。直球ワンバウンド、ボール低め外れてワンツー、打った、ツーバウンド掴んだ、一塁アウト。右バッターボックスはリグス。痛烈な当たり、ぐーんと伸びていく、伸びる、さらに伸びる、センター見送った、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもバックスクリーンへ。初球を完璧に捉えました。スワローズ1点先制、1対0。打ちました、いい当たり、これもセンターへ上がった、ヒット。さあこれで2アウトランナー1塁、バッターは5番ミヤで。流し打ち、どうだ、ヒットになります。1塁ランナー2塁を蹴って3塁も狙うか、セーフ、3塁はセーフ。そしてここでバッターはガイエル。スワローズ追加点のチャンスを迎えています。掴みました、これで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、スワローズ先制点を挙げています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターはマキア。スライダー決まってストライク、チェンジアップはボール、内角へ、直球打った、ファウルボール。スライダーボール、ツーツー、外角低め、空振り三振。先頭バッターマキア、三振に倒れました。初球すっぽ抜けボール、インボール外れてワンボール、直球ストライク、打った、セカンド横飛び、ダブった、ライト前ヒット、ゴンザレスライトへ持っていかれました。チェンジアップ、空振り、直球ストライク、アウトローへ。ゴンザレス追い込んでいます、ストライク、空振り三振。小笠原三球三振、ファースト一戦よ、初球打って出た、一塁アウト、スリーアウトです。一塁ランナー矢野残塁に終わりました。1回が終わって1対0、スワローズ1点リードは変わりません。この回の先頭バッターは田中、田中裕康。高め際どいボール、
レートも低め、内角ボール球打った、一塁送る、一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番米野、打った内野ゴロ、ボールを取って一塁へ、一塁アウト、バッターはピッチャーゴンザレス、外野手は前の方に守備位置を取りました。取ってこれで3アウトチェンジ、上原、下位打線ですが三者凡退に打ち取っています。2回の表が終わって1対0スワローズ無得点で終了です。5番、先頭バッターは5番ホリンズ、ホリンズ、ストライク、久本厳しいボール、まずは初球決めてきました、まっすぐ決まった、ストライク、バッター追い込まれました、打ちました、ファールフライになりました。キャッチャー落下点、ゴンザレス、キャッチャーフライに打ち取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは6番高橋、直球ストライク、インローへ、打ちました、鈍い当たり、取りました、バッターは7番新岡、スライダーボール、まずはインコース、アウトコース高めいっぱい、ストライク、ワンストライクワンボール、膝元、チェンジアップ決まってストライク、ツーアンドワン、スローボール打った、ファウル、あっとすっぽ抜けた、少し力が入ったか、スローボール、空振り三振、気迫のピッチング、最後は空振り三振で終了しました。2回が終わって1対0スワローズ1点リードは変わりません。この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番青木、カットボール、ワンバウンドボール、これはわずかに低いか、打った、ヒット、スワローズ先頭バッター出塁です。初球を打った、さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。真ん中低め変化球ストライク、フォークボールを使ってきました、これはインフィールドフライ、バッターアウト、掴みました、これでワンアウトランナーは一塁二塁変わりません。ランナーが溜まって迎えるバッターはダミです。スワローズ追加点のチャンスを迎えています。ボー、インコースへ、ノーストライク、ツーボール、インコース高め、空振り、セカンドランナーちらっと見た、打った、いい当たりだ、鋭い打球が右中間を襲う、青木、三塁も回った、スワローズさらに1点追加、ダミレス、タイムリーヒット、セーフ、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。バッターはチャンスに強いウェアで、スワローズ追加点のチャンスを迎えています。フォーク決まってストライク、バッター追い込まれました、胸元、空振り三振、見事なピッチング、左バッターボックスは6番ガイエル、スワローズ追加点のチャンスを迎えています。引っ張った、これはヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホーム、ガイエル、ライト線へのタイムリーヒット、バッターは7番田中、最初の打席はセカンドゴロに倒れています。まずは一塁牽制、一塁セーフ、ストレートワンバウンドボール、ワンボール、打った、ヒット、一塁ランナー二塁を回った田中、これで2打数の1安打、三塁間一発セーフ、右バッターボックスは8番米野、最初の打席はピッチャーゴロに倒れています。アウトの直球ストライク、初球まずは入れてきました、高め際どい球ボール、空振り、バッター追い込まれました、一塁へ一つ牽制球を送りました、一塁はセーフ、ストレートを打った、一、二塁間抜いていった、ライト前のヒットになります。スワローズさらに1点追加、ビッグイニングになった、ツバメ打線爆発、セーフ、直球決まってストライク、ワンナッシング、カットボールはボール、
高め、ストレートも外角へ打ちました。ピッチャー抜かれた、センター前に転がる。スワローズさらに1点追加。ゴンザレスセンター前タイムリーヒット。ここでタイムがかかります。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。上原早くもノックアウト。高橋今日2番手としてマウンドに上がります。変わりまして高橋美咲。打ったセンターへの打球、掴みました。3回の表が終わって6対0スワローズ、この回5点を加えています。8番、この回のトップバッターは阿部。スライダー決まってワンナッシング。チェンジアップは大きく目ワイドアウト。打った、センター返しヒット。バッターはピッチャー高橋打ちました。ラミレス落下点構えて取りました。ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ここで打者一巡してバッターはワキヤ。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。このボールも空振り、緩い球できました。スライダー見送ってボール、外際どいボール、ツーストライクスリーボール、見送ってフォアボール。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そして迎えるバッターは矢野、これが2打席目になります。遠藤打った一二塁間への当たり、よかった、一塁アウト。ここで迎えるバッターは小笠原、今日の第一打席はスイングアウト。チェンジアップワンバウンドボール、ワンボール、あーっとキャッチャー取れない、キャッチャーそのままタッチしてアウト。これで3アウトチェンジ。序盤終わって6対0スワローズ、6点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは2番宮本、初球つながしたライトへ行った、落ちました、ヒット。スワローズ先頭バッターが塁に出ます。打ったコリンズ、余裕があります。掴みました、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。今日好調のラミです。高め見送ってボール、アウトコースの変化球ストライク、打った痛烈な当たり右中間へ、ワンバウンド抜けていく。一塁ランナー二塁回って三塁を狙うか、ダメです。右中間へツーベースを放ちました、セーフ。スワローズさらに1点追加、ダメです。タイムリーヒット、速球ボール、まずはインコース、打った、ライトへ飛んだ、ヒットになります。ニアで、これで今日は3打数の2安打、セーフ。スワローズさらに1点追加、ニアでタイムリーヒット、真ん中にストライク、まずは初球決めてきました。打った三遊間の当たり、ショート抜かれた、レフト前ヒット、ガイエル、これで今日は3打数の2安打。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。右バッターボックスは7番田中、これが3打席目になります。打った、引っ張った、掴みました、田中、サードライナーに終わりました。アウト、3アウトです。4回表が終了して8対0スワローズ、さらに2点を追加しています。ジャイアンツ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番小笠原、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。外角際どい球ボール、ノーツー、打った、これは強烈、あと抜けた、ピッ、バッターは4番イースインヨク。最初の打席は内野ゴロに倒れています。まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライクワンボールです。スライダーはストライク、さあ追い込まれました。スローボール、空振り三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人置いて迎えるバッターはホリンズ。第一打席はファールフライに倒れています。まずは一塁牽制、セーフ、一塁はセーフ、打った、ファールボール、打ちました、一塁アウト、二塁セーフ。
そしてバッターは高橋。第1打席は内野フライに倒れています。初球すっぽ抜けました。やや力が入ったか。速球見送ってボール、スライダー空振り、これも空振り、ツーツー、スローボール、空振り三振、スリーアウトチェンジ。気迫のこもったピッチング。4回が終わって8対0スワローズ、8点リードは変わりません。これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは米野、真ん中低め速球ストライク、速球ワンバウンド、低め外れてワンエンドワン、低い球打ちました、鈍いゴロ、一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャーゴンザレス、高めの球ボール、打ってから平凡な当たり、取ってアウト、ツーアウト。今日2本のヒットを放っている青木、あとセーフティーバントだ。ただいま猛打賞を達成いたしました。記録はヒット、記録はヒットです。まずは一塁牽制セーフ、初球から打っていった、センターの前どうだ、コリンズ落下点に入った、取りました。結局一塁残塁で終了です。5回の表が終わって8対0スワローズ、この回0点に終わっています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは7番新岡、今日の第1打席はスイングアウト、スライダー決まってワンナッシング、チェンジアップ決まってストライク、高めボール球打った、ショート右横のゴロ、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番阿部、この試合2回目のアップバット、外角高めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました、低めチェンジアップ外れてボール、膝元変化球ストライク、引っ張った、これはヒットになります。ここでタイムです。ここは代打を投入してくるようです。ワンアウトランナー一塁となって、続くバッターは木村、打ちました、初球打ち、ヒット、ゴンザレスレフトへ持っていかれました、ストレート空振り、速球外れました、ボールカウントワンエンドワン、低めチェンジアップ外れてボール、スライダー決まってツーツー、流し打ち、あと抜かれた、これもヒット、ゴンザレス打球をレフトへ運ばれました。ここでバッターは矢野、この試合3回目のアットバット、外角低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました、アップサイドボール、インコースへボール、ワンツー、速球ストライク、三塁ランナーをちらっと見た、チェンジアップワンバウンドボール、二塁間の打球、セカンドがゴッドビー、あと取れないの、枯れた、ヒット、ライトがヒットになった、二塁ランナーそのままホームへ向かう、矢野タイムリーヒット、セーフ、ジャイアンツようやく2点を返しました。ストレートはボール、おっと届け、高め外れてノーツー、打ちました、ファール、後ろへ転がりました、アウトコースわずかに外れてボール、ワンスリー、ジャイアンツここまで7安打、アウトコース外れてフォアボール、満塁のチャンスにバッターイースインヨプ、今日はサードゴロと三振。ピッチャー交代です。ゴンザレスマウンドを降りまして、石川満塁の場面での登板です。変わりまして、これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。ここでバッターボックスはイースインヨプ、今日はサードゴロと三振、カットボール打った、
きます。ファウル。スクリュー決まってストライク。直球ボール。外へ。サンディランナーをちらっと見た。おっと自打球。スクリュー空振り三振。バットが空を切りました。そして右バッターボックスにはコリンズ。今日はファールフライとファーストゴロ。打った。ヨネの足が止まって構えた。5回が終わって8対2ジャイアンツ、この回2点を返しました。高橋降板、前田今日3人目のピッチャーとして降板です。直球ストライク。高橋久典変わりまして前田。まっすぐ決まったストライク。2ストライクノーボールです。直球空振り三振。見事なピッチングです。これでワンアウトランナーはありません。今日絶好調のラミです。今日はヒットが3本打ちました。ワキヤゆっくりと構えた。掴みました。ラミです。セカンドフライに倒れました。打った。ボールを取って一塁送球、一塁アウト。最後はショートゴロに打ち取られました。6回表が終了して8対2スワローズ。スコアボードに0の文字が入ります。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは6番高橋。今日はショートフライと三振。これは見送ってボール。インコース際どいところ、変化球ストライク。インローへ。スクリュー空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番新岡。今日は三振とショートゴロ。ストレート見送ってボール。アウトコース高めいっぱいストライク。ジャイアンツここまで7安打。ストライク決めました。三振。バッターは8番阿部。これが3打席目になります。決まったストライク。ストレート空振り。スクリューはボール。内角低め。ツーアンドワン。足で捉えた。大体ぐーっと伸びていった。これは文句なし。入った。ホームランだ。ホームラン。ホームランです。そのホームランオレンジ一色に染まった。ライトスタンドに吸い込まれていった。ここでタイムを取りました。どうやらここは大打策に出るようです。ジャイアンツ選手代打は谷。お知らせいたします。バッター胸元。カットボール決まってストライク。スクリューは空振り。さあ追い込まれました。一つ外してボール。スクリューを使ってきました。インコース引っ張った。ファウルボールには十分ご注意ください。三振。手が出ませんでした。ピッチャーガッツポーズ。6回の裏が終わって8対3ジャイアンツ、さらに1点を返しています。マウンドを降りまして久保、今日4人目のピッチャーとして登板です。ピッチャー打ちました。コリンズボールを掴んでアウト。ワンアウト。田中広康打った。落ちました。ヒット。田中これで今日は4打数の2安打。速球ストライク高め。初球まずは入れてきました。打った。詰まった打球。久保手を上げて取りました。9番バッターは5回途中出場の石川。ランナー1人を置いて迎えるバッターは真中。打ちました。いい当たり。ヒット。スワローズ今日18本目のヒット。セカンドランナーちらっと見た。打った。ピッチャー前転がった。ピッチャー抜けた。二塁はセーフ。記録はヒット。
アウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって8対3スワローズ、この回無得点です。ピッチャーを変えてきました。石川、降板、木田、今日3番手としてマウンドに上がります。変わりまして木田、7回の裏ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入る。セカンド掴んだ、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。今日2本のヒットを放っている矢野、アウトの変化球ストライク。木田追い込んでいます。アウトサイド低めボール、内角高めいっぱい見逃し三振。バッターは3番小笠原、この試合4回目のアットバット、膝元緩い球ストライク、緩い球できました。フォーク外れてボール、外角低め打ちました。パウン、見逃し三振、手が出ません。木田ガッツポーズ、最後は見逃し三振に倒れました。7回が終わって8対3ジャイアンツ、ラッキーセブンは無得点で終わりました。この回は上位打線から始まります。ここまで2安打の宮本、初球を打った、ワンバウンド掴んだ、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウトランナーはありません。バッターは3番リグス、今日はソロホームラン1本打った、いい当たりだ、抜かれた、センター前のヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。打った流し打ち、ライト線、ライト線フェア、一塁ランナー二塁から三塁も狙うか、リグス三塁ですと、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。この場面でチャンスに強いニアで、内野手は前の方に守備位置を取りました。あっとすっぽ抜けた、高め外れてワンエンドワン、打ちました。阿部両手を広げて、ここまで2安打のガイエル、打った初球打ち、ダイナーヒットになります。ガイエルタイムリーヒットセーフ。セカンド田中広安、まずは一塁牽制セーフ、強引に振りに行った、高めストレートを使ってきました。ワンダシング、フォーク打ちました。ピッチャー左へ転がった、一塁アウト。8回の表が終わって10対3スワローズ、この回2点を加えています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。今日2三振のイースインヨプ、ストレートはボール、まずは内角ボール、速い球できました。変化球ストライク低め、ワンツーバッティングカウント、打ったラミレス、落下点構えて取ってアウト、ワンアウト。バッターは5番コリンズ、ここまでヒットがありません。フォークボールストライク、打ちました、ヒット。ワンアウトランナー一塁に変わります。今日2三振の高橋、お速球外れました。あーっとキャッチャーこいつ、ホリンズ二塁へ、二塁ランナーをちらっと見た、フォークはボン低め、ワンストライクツーボールです。インド直球外れてボン、打った、ライナーライト線へ、これはヒットになります。ホリンズコミ、ジャイアンツ1点返しました。高橋ライト線へのタイムリーヒット、セーフ。フォーク決まってストライク、膝元をつきました。2杯特急ボン、ワンストライクツーボール、外れました。フォークボール見送ってストライク、アウトコース低め見逃し三振。ここでチャンスに期待がかかるバッター阿部、フォークはボール、まずはインコースワンボール、打ってから平凡な当たり、ファースト横のゴロ、一塁アウト、これでスリーアウト。8回が終わって10対4ジャイアンツ、この回1点を返しました。
さあいよいよ最終回に入ります。今日ヒットを放っている米野、直球見送ってもワンボール、流し打ち、どうだ、取りました米野、ファースト正面のライナーに倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7回途中出場の木田、バッターは代打白石。初球打ち、センターへ弾き返した。さあワンアウトからのランナーが出ました。肩越しに一塁ランナー見た、打った、伸びる伸びる、まだ伸びる、これもヒットになる。青木ツーベースヒットを放ちました。スワローズさらに1点追加、青木センターへのタイムリー、初球から打っていった、一塁アウト。先ほどヒットを放っているリグス、打ちました、ライト深いところ、打球はそのまま伸びていく、ライト見上げた、ホームラン、ホームランです、ツーランホームラン。ここでタイムがかかります。ここはピッチャーを変えてくるようです。久保マウンドを降りまして林、今日5番手としてマウンドに上がります。打った、痛烈な当たり、ライナーセンターへ、ヒット、ダミネス今日5本目のヒットを放ちました。内角速球ストライク、まっすぐできました。ボールカウントワンナッシング、外角外れてボール、打った、右中間へ、取りました。9回の表が終わってスワローズさらに3点を追加しています。交代します。木田降板、高津今日4番手としてマウンドに上がります。変わりまして高津、ここでタイムです。どうやらピンチヒッターを送り込むようです。ピンチヒッターは亀井、選手の交代をお知らせいたします。バッター新川ボン、まずは内角、打った、ファルボール、打ちました、これは内野ゴロ、高いバウンドになりました。一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。今日ヒットを放っている脇谷、新川ストライク、打った、バックネット方向、ファウル、アウト、空振り三振、脇谷三球三振に倒れました。勝利まであと一人、インコースわずかに外れてボール、変化球ストライク、アウトローへ、直球ストライク低め、さあいよいよあと1球、あっとシンカーすっぽ抜けた、内角外れてツーツー、ボール外れた、シンカー空振り三振、2者連続三振、試合終了、スワローズ大量得点差をつけて勝ちました。今日のハイライトシーンをご覧ください。勝利投手の木田、今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。ご覧いただきました一戦は読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ、スワローズ大差で勝ちました。実況担当川地直樹で東京ドームからお伝えしました。